サムイ島は、タイ王国南部のスラートターニー県に属する島である。行政区分としては、周辺の島々と共に、サムイ島郡を形成しており、サムイ島はその中心である。サムイ島のサムイの意味は詳しくわかっていないが、ビンナン語の最初の関門という意味のチャオブワイという言葉がなまったものとも言われている。サムイ島の夕暮れ。タイランド湾西部に位置し、スラーターニー東方約 35km にある。島嶼地帯であり、60余りの島と共に浮かんでいる。15km 四方の丸い島で、中央部はほぼジャングル。ナームアンの滝などの瀑布もいくつか存在する。海岸部は、チャウエンビーチをはじめとしたビーチで、近年観光地として、リゾートホテル、レストランやバーが乱立しつつある。アジアリゾートの一つ。なお海洋部は、アーントーン諸島海洋国立公園として、タイ政府の管理のもと、保護されている。サムイ島の最高峰は、標高635メートルのポム山である。11月から2月までは雨季であるため、夜間は気温が下がるが、基本的には暑い。3月から6月までは年間で一番暑い時期のため、昼は気温が摂氏40度に達し、雨もほとんど降らない。特に12月はモンスーンの影響で1週間雨または豪雨になることもあり、3日間で 700mm 以上の雨が降ることも珍しくない。このような豪雨が複数回あると、土地の保水力の限界を超えて、雨水がそのまま地表を川となって流れ、自然排水、機械排水の能力を超えて洪水となる。この洪水により、しばしば島の交通が分断されるが、これは近年の土地の乱開発、建築ラッシュにより、クロンと呼ばれる自然放水の流れが阻害され、起こるようになったとも指摘されている。サムイ島の雨季は、だらだらと始まり、雨季の終盤に数回の長雨、豪雨があって、すっぱり終わるのが特徴である。20世紀後半までは、タイ本土との交流もほとんどなかったと言われているが、20世紀後半に観光地としての開発も進み、サムイ空港も設置されており、タイ内外問わず、人気のある観光地となっている。行政区分としては、スラートターニー県、サムイ島郡であり、周辺の諸島を含む。郡内の経済は観光業に依存している。しかし、農業も盛んで、ココヤシの生産も行われている。サムイ島郡は7のタムボンに分かれる。なお、サムイ島全体は一つのテーサバーンムアンである。ありがとうございます。